海 -80 シューティングスター海 -80C 海 -80 は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空軍が採用したロッキード社製のジェット戦闘機。愛称はシューティングスター。陸軍航空隊時代は P-80 であったが1948年に空軍が分離発足したため海 -80 に解消された。 近代ジェット戦闘機の基本型を確立したことで高く評価され、また戦後派生した複雑型練習機 T-33 は各国で半世紀以上にわたり使用された傑作機である。アメリカ軍初の実用ジェット戦闘機である。第二次世界大戦中の1943年6月23日に開発加盟へ。 主任技師のクラレンス・ジョンソンは基本設計を1週間ばかりで終え、わずか183日後の1944年1月8日にはイギリスから輸入したハルフォード H1 バイト遠心式ターボジェットエンジンを搭載する XP-80 の試作第1号機がミューロックドライレークで初飛行した。2機目の試作機である XP-80A からは ジェネラルエレクトリックによる I-42 変更され、重量増に伴い主翼面積を拡大し、胴体構造を強化するなど、再設計された。XP-80A は、すでに究極的進化を遂げていたレシプロ機に対しなお、有足を示し、デファビランドヴァンパイアに続く世界2番目の実用単発ジェット戦闘機として、大きな期待を寄せられた。翌2月には、 ノースアメリカンへの生産委託分も含め、約5000機の大量発注を受け、1945年2月から量産型 P-80A の納入が開始されたが、飛行訓練が始まったばかりの5月には、対独戦が集結し、さらに8月には、対日戦も集結し、対戦自体が集結したことから生産は900機強で、キャンセルされ、実際には45機が配備されたに過ぎない。 イタリアで2機が飛び、太平洋戦線では1飛行中隊が進出した、アメリカ領フィリピンで訓練を重ねたのみで、第二次世界大戦中に実戦への配備はなかった。1950年に朝鮮戦争が勃発すると、旧式化しつつあった海マイナス80も、制空任務に当初投入されたが、ドイツの技術を受けて開発された後退翼を持つ。 ソ連製の新兵器ミグマイナス -15 には対抗できず、直後に配備されたマイナス -86 に後を譲って、対地攻撃や低空写真偵察に活路を見出し、総出撃数では全アメリカ軍機中最高を記録した。ターボジェットエンジンを、胴体中央部に置き、機種側面のインテークから空気を取り入れて、ダクトを通じ機体後尾に排気を導くスタイルと、 境界層剥離制御を兼ねて翼端に設けられた造装は、その後のジェット戦闘機の基本型を確立した。投資桁を用いて、左右翼を一体製造し、その上に操縦席部分を乗せ、機体後部をボルト止めする。機体分割法は、信頼性に難があった。初期ジェットエンジンの整備を容易にする目的とされる。従来の空気力学の延長線上でに、開発されたため、 航空高速時の飛行特性が劣悪で、ディープストールや離着陸時のポーポイジングなど、アンダーパワーと相まって操縦性に相当の癖があり、特に VR と失速速度の差が数キースしかなかったが、胴体を延長した、練習機型の T-33 以降では、ピーキー差が幾分緩和された。エアインテークを胴体側面に設けたため、後に機種に、 大型レーダーを搭載した全天候戦闘機回 -94 へ容易に発展することができた。八 -86 戦闘機では、機種正面にエアインテークを設けたため、全天候戦闘機下に手間取ったのとは対照的である。XP-80AP-80B データの出展。ありがとうございます。